先ほど教えたようにマップを見て確認すると良いでござるよ。これがサニワの神、フォルセトの像だ。俺らは単に獣人像って呼んでるけど、公式の設定じゃ結構偉い神様らしいぜ。ほら、あそこ宝箱が備えてあるだろ。あの中にはここでしかゲットできないレアアイテムが入ってるんだ。ハセオ、開けるでござるよ。いいのか？いいからいいから、初心者が遠慮すんなよ。ありがとう。何？宝箱のアイテムは君の獲物。セツラの獲物は君。逃げ惑う子羊を一瞬で消すなんて快感なんだろう。お前みたいなバカはこのゲームやる資格ないんだよ。おいおい、今回はセツに切らせてくれると約束したであろう。これはセツの獲物でござるよ。あっけないね。インしたばかりの初心者はこんなもんでござるか。おらおら、なんか言ってみろよ。もしもし。まったく、ちょっと優しいふりするとコロッと騙されるんだよね。おい、まだいるんだろ。なんだ。Thank you.
ウェルカムトゥーザワーザワーザ。そんなに強いなんて思わなかったよ。100人の PK を切ったって噂もまんざら嘘じゃないみたいだね。ちょ、そんな怖い顔すんなよ。ほら、謝るからさ。あんたもおとなしく散りやがれ。トライエッジを知ってるか？なんだって？総炎をまとった伝説の PK の名だ。奴にキルされた PC は二度とゲームに復帰できないらしい。はぁ、あ、くだらねえ。 BBS の怪談話信じてんじゃねえよ。いいか、このボルドー様に手をかけてただで済むとは思う。使えねえな。
なるほど。刺繍の漂うようなキャラだな。死の恐怖。PKK の長谷尾君。PC をキルする PC、すなわち PK が横行する昨今のザ・ワールドは確かに嘆かわしい。しかし、それを力でねじ伏せる君たち PKK のやり方に理があるだろうか。知らねえよ、そんなことは。君はなぜ理もなければ理すらない無益な行為を続ける。月の木2番隊隊長、七司会の榊。それを見過ごすことはできないそうだ。月の木？なんだそれ、ギルドの名前か。あいにくお友達の勧誘なら間に合ってるぜ。人の話は最後まで聞きましょう。榊さんの話まだ終わってないです。アトリー、君の知り合いなのか。いいえ。アトリー、ネットゲームで同系の PC に会うのは別段珍しいことではない。とんだ人違いだな。てめえ、いちいち。あ、ショートメールの着信か。デルタサーバー、隠され資金弾の被爆、アルケケルン大幕府に手待つ送信書。オーバー。待ちなさい。息があるのも大概にしろ。君たち、PKK の行っている行為は、PK と変わらないということを心しておけ。久しぶりだな、ハセオ。いや、今は死の恐怖と呼ぶべきか。強くなったな、あの頃よりもずっと。強くなるしかなかったんだよ、あんたのおかげでな。あんた、今まで一体どこに。ハセオ、お前は今のところよく期待に応えてくれてるよ。黄昏の旅団が解体した時もあんたは来なかった。あんた、この半年間何してた。そいつは小さな種子だった。そこに宿るものが何なのか確かめる術はただ一つだから、俺はそれを育てた。育てた？何のことだ、オーバー。比喩的な言い回しさ。あんたが突然いなくなって、俺たちはなんであの時いなくなった。